皆さんこんにちは。今日はドーミー川名の魅力について紹介していきたいと思います。ドーミー川名に住んでいる飯田朝日です。村上美月です。小林俊一です。池田英二です。よろしくお願いします。それでは早速中に入っていきましょう。鍵はオートロックになっています。ドーミーには寮長さんと寮母さんが常駐されており、いつも笑顔で挨拶をしてくださいます。またお荷物の受け取りも代わりにやってくださるので、学校に行っていて荷物を受け取れなかったということもありません。入館するときはまずここで検温をします。そして消毒をします。でこちら側で靴を脱ぎます。エントランスを抜けるとここは談話スペースになります。ここでは友達との会話を楽しんだり勉強をしたりすることができます。僕も自分の部屋で勉強が集中できなくなった時にはここに来て気分を切り替えて勉強をすることがあります。一人暮らしだと自分でベッドとか机とかを購入しないといけなくて大変だと思います。ですが実はあるんです。ドーミー川名ではこのように机、ベッド、クローゼット、もう三種の準備揃ってます。だから、また購入する必要もないんです。はい、では食堂を紹介します。食堂はまず最初に手を洗って、その後にこちらです。今日消毒した後にご飯を受け取ります。ここら辺でメインとか惣菜とかを受け取って、でこちらではお米とお味噌汁があります。そしてお米とお味噌汁はおかわり自由ですので何杯でも食えます。しかもカレーライスの時にはカレーライスもおかわり自由で腹いっぱいに食えるのは日々の楽しみであります。ここは今ドーミー川名の7階に来ています。続いて大浴場を紹介します。大浴場は毎日です、夕方の6時半から日付の変わる24時まで入ることができます。またそれ以外の時間帯でも24時間、プライベートシャワーを利用することができます。こちらが大浴場になります。では開けます。このようにとにかく広いことが特徴です。リラックスして入ることができます。それではこれでドーミー川名の紹介を終わります。皆さんもドーミー川名に入って一緒にお風呂に入りましょう。待ってます。